11月5日、夜11時半。これは、ポニーか。一番最初の RK800。はい。ここは？バー。いないいないバー。アンダーソン警部補を特定する。フェイススキャンを実行。ターゲットの顔が見えない。ああはい、そういうことね。おーすごい、ジミー・ピーターソン。事業主、犯罪歴なし、不一致。こうやって見るのか。すごい。不一致。エドワード・デンプシー。なんかいいね。トランプに書いてありそうな顔。1995年2月8日、管理者。これで警部補を探すのか。うるせえ。お前も分析するぞ。デレック・マイヤーズ。野球好きそうだね、なんかね。セキュリティガード、犯罪歴なし。あんな、絶対この人っぽいんだけど、お前は？アンダーソン警部補どこ？アジアンだね。キム・ヨハン。配達員、現在無職。ここまで割れてんの？情報が。犯罪歴、家庭内暴力。良くないやつだ。君は？クリストファー・グレイ。飲酒運転の無職。とんでもねえやつだな。おごらん。そうだよ。で、この方は？フイッチ・ジョナ・グラハム。無職。犯罪歴なし。あなたは？で、ここのおじさん振り向いてくれないな。ドゥイーン。あれ？これはさっきの犯罪歴あった人？家庭内暴力の。あ、そうだよね。あと見れてないのこの人なんだよな。あ、この人じゃん。ハンク・アンダーソン警部補。よっ。まあ、その前にさ、なんかいろいろあるんじゃないの？あ、なんか入っちゃった。まあ、アンダーソンはきっと逃げないから。鏡。ここが女性トイレ。さすがに入れないか。さすがのコニーも入れないよね。ごめんね、ちょっと調べさせて。ごめんね、ご飯食べてるとこ。デニス・ワード。会計士？麻薬売買？どうしたの？そんな会計士なんてさ。頑張ってお勉強して会計士になったんじゃないの？まあ、巻き込まれたの？よくないよ。あなたは？クリス・ロバート、無職、犯罪歴なし。おい、出てけよ。は？すぐ喧嘩っ早くなってしまう。よ、アンダーソン。アンダーソン警部補、私はコナー、
サイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。もう結構探したね。何の用だ。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。あんま歓迎されてない。脅す。粘ろ。警部補、大変申し訳ありませんが、規則により行動を共にしなければならないです。うん、そうだ。規則ってお前、ここは学校か？いえ、バーです。いいね。行ってやれ、行ってやれ。そうだな。あれ、もう、説得。アンドロイドの存在が気に入らない人がいるのは、仲良くしなきゃいけないの？ですが、これっぽっちも気になんかしてないね。あ、そう？分かったらその足踏み潰されちまう前にうるせえな。いっぱいおるのもな。取り上げちゃおう。さあもう行きましょう。行くぞ。おい、てめえ、よっぽどぶん殴られてみてえだな。これは任務ですよ。そうだよ。それに私に傷がつけば高い修理代を払う羽目になる。そうだぞ。近頃の技術じゃクズ野郎もプログラムできるってのか。ごちそうさん。お勤めだ。いいね。なんかいろいろ言葉が難しくて分かんなかったけど、アンドロイド絡みの殺人事件を一緒に捜査しないといけないってこと？うるせえ。好きになれねえ、アンダーソン。ここで待ってろ。交渉する。私は現場に同行するよう指示されています、警部。いいか、お前に出された指示なんて知ったこっちゃないね。俺が待ってろと言ったらお前は黙って待ってりゃいいんだよ。まああくまでも現場監督であるアンダーソンに従えってことね。アンダーソンについて待ってろって言われたけど。チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。悪いがノーコメントだよ。以前コニーが担当したあの家族の事件とは別なの？アンドロイドは立ち入り禁止です。あなたもだ、アンドロイド。あ、入れてくれる？ありがとう。待ってろって言葉が理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。よー、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこで、こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。憎まり口。まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。数ヶ月家賃を滞納してたから家の様子を見に来てみたところ、死体を発見ってやつさ。周り調べたいけど話も聞きたい。会社の名前はカルロス・オーティス。調べたところ窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。あ、近隣の住人とも付き合いはなし。一日中引きこもってたって話だよ。全くこれなら真夜中にわざわざ呼び出さなくても朝まで待てただろう。死んだのは3週間以上前だろうな。結構時間経ってるね。わかるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。キッチンナイフ。凶器だろう。侵入の形跡は？いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。ほうほう。こいつのアンドロイドの情報は？今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。お、びっくりした。なんだ、調べてる人か。俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。オッケー。何かあったら呼んでくれ。レッドアイス。ドラッグね。
ちょっと情報がたくさんあってあんまり話聞けてなかったけど、発見されたのは8時間ぐらい前でしたっけ。でも死亡時刻は3週間前で、裏口から逃げたらしいと分析する。指紋なし、アンドロイドの関与。指紋がないからアンドロイドの関与の可能性が高いということ。すごいね。おいおい、お前何やってんだ。血を分析するんです。その場で分析できるんですよ。便利。すみません、言っておくべきでした。そうかい、ま、とにかくこれ以上証拠を口に入れるなよ、いいな。はい。たく気味が悪いぜ。うまく使ってくれよ、アンダーソン。便利だから。乾いた血痕。活字みたいな文字だ。人間の手じゃこうは書けないだろうな。クリス、この文字は会社の地下。多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。操作が難しいな。調べる。分析。これは均一な文字。はあ。レッドアイス。会社はパーティー好きなのかな。めちゃくちゃ刺されてるね。うん、内出血。28箇所の刺し傷。はあ、よっぽど刺されてるね。レッドアイス。ああ、死ぬ直前まで摂取してたのか。カルロス・オーティス。170センチの130キロ?海外の人にしては170って小柄?すんごー。で、これは?はぁ、あ、はぁはぁはぁ。データと一致。じゃあ間違いなくカルロス・オーティスなんだな。窃盗と加重暴行。これが?あ、揉み合ってて。ちょっと待って、最初。はいはいはい。被害者はここで倒れ、カルロスは瓶に足用が引っかかってこけたのか。被害者はナイフで刺された。キッチンから来た。はあ、キッチンから連れてこられて、おいおいってドシンってなって、で、ここでこけて、はぁ、いっぱい刺されたのか。相当な殺意があるね。28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。私もそう思う。クリス、ドラッグを分析に回しておけ。了解です。警部。これも調べるか。何これは。いかがわしいやつ。え。おい、マイク、サンプル取り終わったか。うん、終わったよ。ぐちゃぐちゃだ。に まあ、キッチンの方かな。キッチンの方行こう。乾いた血痕。調べる。椅子。はあはあ、揉み合った形跡。キッチンで揉み合ったのか。
調べる。バット。激しい衝突、シリウムの痕跡。シリウム。指紋がある。じゃあこれカルロスが持ってたってこと？ああ、じゃあカルロスもアンドロイドのことを殴ってた？変異体はナイフを手に取った。ああ。ああああああ。変異体は襲われた精神的ショック。なるほどね。カルロスが先に手出したのか。殴って、目の前にナイフがあったから、ナイフで撃退というか。この野郎ってやったんだ。はあ。いや、まだまだあるぞ。これもいかがわしいやつ？アンドロイドとやる方がマシ。プラスチックに勝てるわけないね。もうなんか最悪だよ。アンケート結果でついに判明。 68% の男性がリアルな女性よりアンドロイドとセックスしたい。さらに 52% が少なくとも一度はアンドロイドとの行為を経験済み。アンドロイドの方がマシだっていう理由はいろいろ挙げられていたけど、本当の理由は明白。アンドロイドはセックスの後でどんな気持ちか話したがりなんかしないから。エデンクラブの提供による広告記事です。合言葉はプライバシー。わあ。アンドロイドが監視？サイバーライフに新疑惑。アンドロイドで個人情報収集。無重力地下鉄の登場で NYDC 間が45分に。あ、ニューヨークとワシントンだっけ？ワシントン DC だよね。今はどんぐらいかかるんだろう。サイバーライフが販売した1億2000万体のアンドロイドを介して消費者のプライベートな会話を記録し、取引相手に売却しているのではないかと指摘する専門家が増えている。夕食中にパートナーと車を買い替える話をしたことがあるだろう。サイバーライフがその情報を使いターゲットを絞った宣伝を行っている可能性もあるのだ。家庭内の会話は情報の宝庫と言っても過言ではない。さらにプライベートの軽率な言動や政治的傾向も簡単に抽出され、不正な目的に利用される可能性がある。フォーレン大統領とサイバーライフを結びつける報道が相次いだことで懸念は高まるばかりだ。複数の消費者権利団体はサイバーライフが収集する情報の内容と情報の売却先の開示を求めていたが、サイバーライフは常に要求を跳ねのけている。跳ねつけている。現在までのところサイバーライフへの正式な調査依頼にも回答はない。はあ。いや、細かく作られてるね。なんだろう、低俗なことも書いてあったな。あれ、こっちはもう見たか。あ、これか。調べる。これが裏口？え？お。靴の跡。正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間もたちゃ足跡だって消える。まあそう、この種類の土ならば残るはずです。あ、そうなんだ。しばらくここには誰も来ていない。
変異体が逃げたのはこちらではない。アンダーソンもさ、アンドロイド嫌かもしんないけどさ、いい情報をくれる相方として認めてくれはしないかい？便利だろ？仕事が早く終わるよ。ここか。取り憑かれたように何度も書かれた文字。これ薬でおかしくなってたんじゃないの？宗教的な捧げ物、まあそんな感じするよね。他にも結構ね。え？あ、これで全部調べた。そうか。まあ、証拠を全部見つけてこれからアンダーソンに話しかけるんだけど、まあとにかくここは殺人現場で、アンドロイドがそのまあ飼い主というか主を殺してしまった。で、主を人間に手を出してしまうアンドロイドのことを変異体っていうみたいね。で、初めてこのコニーを動かした時が8月の出来事で、で、今が11月なんだけど、8月の時点ではアンドロイドが人間に手を出して殺害してしまうっていうのが初めての事件だってニュースを確かやってたから、たった3ヶ月くらいで、まあ大騒ぎにはなってるけど、結構もうアンドロイド側が人間に手を出す件数っていうのが増えてきてるのかなっていう感じがするね。まあ勝手にそう思ってるだけだけど。で、まあこの主であったカルロスっていうこの亡くなってる人も、まあ結構なクズ野郎だったみたいで、さあどうなんでしょうって感じ。アンダーソン。警部補、何があったか分かりました。そうか。じゃ、聞いてやるよ。事件の始まりは、キッチンです。キッチンです。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ。何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。バットで。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。女の子のアンドロイドだったのかな。あんなゲスな記事があったから、アンドロイドが被害者を刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった。被害者は逃げたんです。リビングに。リビング、これドキドキするな。時間制限あるし。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフで殺した。なるほど。お前の推理もあながちふざけじゃないな。アンドロイドはどこに行ったんだ。バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。数時間で蒸発するので、裸眼では見えなくなるんですよ。でもお前の目には見えるってことか。その通り。へえ。ブルーブラッドの痕跡をたどると。
でもさっきアンダーソンと全然仲良くしなかったからな。アンダーソンからしたらこのコニーはさ、アンドロイドの肩を持つ嘘をついてるかもみたいに思われかねないよな。あ、ここか。で、こっから負傷してんだよね。あ、で、こっちにつながって、はしごを使った。はしご見る。ああ、屋根裏に続く痕跡。登るための道具。登るため。逆にアンドロイドがなんか宗教的なのにすがってた？これか。手に取る。手に取って。手に取って。手に取って。え。手に取って。全く手に取れないんだが。なんで？手に取れ、手に取れ、頼むから。ちょっと新しく買ったはずのコントローラーの調子が悪いから変えました。これで手に取ってくれる？あ、くれた。おいおい、お前その椅子どうすんだ？調べたいところが。ちょっと好きにさせてね。どこだっけ。こっちも調子悪いんだよな、このコントローラー。そう、あそこあそこ。調べたいところね。これこれこれ。登りましょう。開けましょう。いる？怖い。屋根裏を操作。変異体を見つける。いるんじゃないの？ちょっと待って、なんかあるか。まっすぐ行くしかないか。開けよう。うっ！なんだ、マネキンか。ここにいるのか？うわあ！子ネズミが出てきたようだな。どうするコニー？きっと変異体は興奮状態にある。ずっとここに閉じこもってたってこと？いるね。出ておいで。うわあ、男だった。
僕は身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。お願いだ、黙っててくれ。おい、コナ、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、メン、今すぐにこっちに。ごめんな、でも罪は償わなきゃいけないんだ。急げ。なるほど。え、全然違う結末もあったっぽいね。この下の方の。してるな。あ、警部補に報告したときに、犯行と全く違うことを言ってたら、全然違う結末になったのか。あらまあ、面白い。